延山駅は、長野県南作郡南木村大和延辺山にある、東日本旅客鉄道小海線の駅である。小海線内では、長野県最南端に位置する駅。JR 最高地点比と、列車駅の標高は1345.67メートルで、JR グループの駅及び、日本の普通鉄道の駅としては、日本一高い地点に位置する。 隣接する清里駅との間に JR グループの最高標高地点がある。なお、日本の最高標高の駅はトロリーバスなど、普通鉄道以外の鉄道を含めると、立山黒部観光立山トンネルトロリーバスの室堂駅、作道を含めると、駒ヶ岳ロープウェイの戦場時期駅となる。また、世界最高標高の鉄道駅は、中国チベット自治区にある。 タングラ駅である。当駅は1960年4月25日以降、普通鉄道で日本の最高標高の駅となっており、それまでは同日廃止された草軽電気鉄道の国境平駅が最高であった。日本国有鉄道時代から国鉄一高い駅と、 国鉄一部海駅の縁で総武快速線、曝露町駅と友好関係にあるの開業に伴って最も深い駅ではなくなっている。1935年開業時の初代駅舎は、当時の建築の流行に沿った、流面形状のボールト型で、全体を白セメントで仕上げ、独立した屋根を持たないというユニークなものであった。開業当時にはたびたび美しい駅舎として、 記録されている。構造も得意で、コレールを鉄筋として、下板を張り、その上にラスを張って、モルタルで固めていた。しかしモルタルによる変わらなしのボールト構造が、災いして、早くから雨漏り、ひび割れが問題となり、築15年にも満たない1948年に、通常の木造駅舎への改築を余儀なくされている。二代目駅舎は初代ほど、個性的ではないものの、 ローカル線の木造駅舎としては、建物の胸を高く作っていることが特徴であった。現存の三代目駅舎は1983年に完成したもので、観光地の駅らしく、先頭をつけるなどの演出がされているが、正面玄関エントランス付近用壁の独特な曲面などは、初代駅舎のモチーフを踏まえたデザインである。小海駅が管理し、 超鉄開発が受託する、業務委託駅。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅。留置線を有する。互いのホームは、校内踏切で連絡している。トイレは駅に隣接した公園に設置されており、多機能トイレを併設した、男女別の推薦式である。簡易水下改札機と指定席券売機が、 設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は78人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。駅前、銀河公園に保存されている、C5696 臨時快速、ハイレール1375の隣の停車駅については、当該列車記事を参照のこと。ありがとうございます。